ナッツバイラー収容所正門ナッツバイラー強制収容所は第二次世界大戦中にナチスドイツがフランスワルザス地域ナツビレールに置いた強制収容所である現在のバイコールラン県のストラスブールから南西約60キロほどのところに存在したフランスではストリュートフと呼ぶ死体焼却炉と処刑台1940年に フランスはドイツに占領され、アルザス地域はエルザス地域としてドイツ領土に編入された。この後、エルザス地域の傍受山が見役北部で赤みがかった美しい花崗岩が発掘される地点が発見された。芸術的な建築物の建設にうってつけと判断したアルベルト・シュペアは、親衛隊全国指導者、ハインレヒ・ヒムラーに依頼して、親衛隊の企業、デストに、 ここに採掘場を置かせて、強制収容所の囚人に採掘を開始させた。採掘作業を一層効率化させるため、ここを強制収容所化することが決まり、1941年5月から6月に強制収容所建設工事が行われた。そして完成したのが、ナッツバイラー強制収容所であった。ナッツバイラー収容所は、周囲は高圧電線に囲まれ、 段差になった地形に十八棟のバラックにより構成された。この段差のために収容所内の移動が大変であったという。下のテラスの二棟のバラックは特別バラックで、右側が文化、左側が高さ八メートルから九メートルの大きな煙突を備えた死体焼却炉であった。嫌でも目に入る、この建物は囚人たちにとっては恐怖の象徴であったという。 焼却炉のバラックの中には処刑用の部屋と解剖室もあった。また収容所の外にある家にはガス室が存在した。収容所の囚人数は初め4000人ほどだったが、収容所末期には7000人を超えている。一方、監守である親衛隊員の数は200人を超えることはなかった。戦争後期には元々の収容所設立理由であった。 加工岩の採掘作業が打ち切られ、軍事関連の作業への動員が増えた。1944年8月31日から、ダッハウ強制収容所への囚人の移送が開始され、収容所の撤収作業が始まった。1944年11月23日に、アメリカ軍がここに到着した時には、焼却場の脇に、 数百の死体が山積みにされているのみで、収容所の中は、もぬけの殻になっていた。戦後、ナッツバイラー収容所のある、アルザス地域は、フランス領土に戻った。収容所の建物は、現在もフランスによって、当時の状態のままで保存されており、フランスの歴史的建造物の一つとして、保護遺跡となっている。 年間平均25万人の人々がここに見学に訪れている。収容所の中には犠牲となったナッツバイラー囚人全員とすべてのナチス強制収容所の犠牲者のための記念碑が建てられている。ナッツバイラー強制収容所から200メートル下ったところにあるガス室のある家、ナッツバイラーのガス室は収容所の中ではなく、 収容所から200メートル下ったところにある小さな家の中にあった。ガス室には偽物のシャワー口がはめ込まれていて、シャワー室の定裁が整えられていた。扉には小さなガラス窓がついており、中の様子を外から眺められるようになっていた。ガス室の最初の犠牲者はアウシュビッツ強制収容所から移送されてきた50人ほどのユダヤ人女性だった。 彼女たちの遺体は、シュトラスブルク市民病院の解剖学文館に運ばれ、ホルマリン付けにして展示物にされたという。さらにこの後、骨格の標本コレクションに供された、ユダヤ人86人もガス室送りになったことが報告されている。またガス室は単なる殺害のみならず、人体実験にも使用された。 新衛隊の医師、オット・ビッケンバッハ博士らは1943年から1944年にかけて15回にわたってジプシーをガス室に入れ、ホスゲンガスの下毒剤としてのヘキサメチュレンテトラミンの効果を調べた。シュトラスブルク帝国大学学長、アウグスト・ヒルト博士は人種別の頭蓋骨採取や人体実験のために79人のユダヤ人、男性、 30人のユダヤ人、女性、2人のポーランド人、2人のアジア人をガス室に送っている。上記の人体実験のほかシュトラスブルク帝国大学の衛生学教授を意見、ハーゲン博士による、発信チフスと応熱病の抗ワクチンの人体実験にも、ナッツバイラー収容所の囚人が使用されている。ナチ強制絶滅収容所18施設内の生と、 4百七十三ページ、ナチ強制、絶滅収容所十八施設内の生と、4百八十五ページ、ナチ強制、絶滅収容所十八施設内の生と、4百七十五ページ、ナチ強制、絶滅収容所十八施設内の生と、4百八十二ページ、SS 国家ドイツ強制収容所のシステム217ページ。ありがとうございます。